ジェイコブ・ドルソン・コックス、ジェイコブ・ドルソン・コックス、ジェイコブ・ドールソン・ COX、1828年10月28日から1900年8月4日は、アメリカ合衆国の法律家、軍人、政治家、南北戦争では、北軍の将軍として戦った、共和党に所属し、第28代オハイオ州知事及び、第10代アメリカ合衆国内務長官を務めた。 1828年10月28日、コックスはカナダのモントリオールにおいて誕生した。両親はアメリカの出身であったが、モントリオールノートルダム聖堂の建造のためにカナダに一時居住していた。父親は聖堂の天井部分の建設を監督していた。一家は聖堂の天井部分の建設が完了した1829年にアメリカに帰国し、 ニューヨーク市内で暮らした。コックスはコロンビアカレッジの学生を個人教師として、主に読書によって初等知識をつけた。本格的な教育を受け始めたのは14歳からであり、コックスは法律事務所の事務員として働いた。コックスは16歳の時に証券仲買会社に入り、簿記の知識を身につけた。コックスは船乗りとなることを望んでいたが、 両親はコックスを改宗派教会へと入れさせ、聖職者となるための教育を受けさせた。コックスはサミュエル・コクラン牧師やチャールズ・フィニー牧師の下で学び、彼らの影響を受けた。コックスはフィニー牧師が学長を務めるオベリン大学へ進学し、生涯にわたる友好関係を築いた。コックスはオベリン大学においてチャールズ・フィニー学長の長女ヘレンと知り合った。 二人は1849年に結婚した。当時19歳のヘレンは未亡人であり、幼い息子が一人いた。二人は学長の自宅で生活した。だがコックスはギフ・フィニーと進学の論争により次第に疎遠になっていった。コックスは1851年に進学の学位を取得し、オベリン大学を卒業した。コックスは法律を学び、 1853年に弁護士として認可を受けた。コックスはオハイオ州ウォレンで学校組織の最高責任者となった。コックスは強烈な奴隷廃止論者であった。1855年、コックスはオハイオ州において共和党の組織立ち上げを支援した。コックスはウォレン近郊の軍を遊説し、共和党候補への支持を呼びかけた。コックスは1960年に オハイオ州上院議員となった。コックスは州上院議員、ジェームズ・ガーフィールドや州知事、サーモン・チェイスと政治的な同盟関係を結ん。コックスは州議会において1861年4月23日にオハイオ州民兵での任務を命じられた。コックスはサムター要塞で2週間を過ごし、軍事科学を学んだ。 コックスは1861年5月17日に合衆国志願兵の巡省に任命された。南北戦争が勃発した時、コックスは健康を害しており、また養うべき子供を6人抱えていた。だがコックスは連邦政府での活動に従事することを選択し、オハイオ州志願兵に参加した。まずコックスは兵士募集の任務を割り当てられた。コックスは コロンバス近郊で兵士を募り、オハイオ方面部でカノア旅団を組織した。コックスの旅団は、バージニア西部方面部に組み込まれ、ジョージ・マクレラン少将のもとに着いた。コックスの旅団はでのカノア側での初期の軍事作戦に当たり、戦闘で勝利を収めた。1862年8月、コックスの旅団は、ワシントン DC へ移り、ジョン・ポープのバージニア軍に合流した。だが、 第二次ブルランの戦いでは、バージニア軍の後方に着いたため、実際の戦闘には参加しなかった。メリーランド方面作戦が始まると、コックスの旅団は、ポトマック軍の第9軍団に加わり、カノア師団となった。1862年9月、軍団を指揮するジェシー・リーリの少将が、サウス・マウンテンの戦いで戦死すると、コックスは第9軍団の指揮を引き継いだ。 コックスは、アンブローズ・バーンサイド少将に対し、第9軍団の正式な指揮官となってくれる、要正式依頼を行った。だが、バーンサイド少将は、すでに2つの軍団の指揮を任されていたため、その依頼を断った。その一方、バーンサイド少将はコックスについて、コックスの軍事経験では、軍団の指揮は2が重すぎると判断し、師団の指揮に戻るよう要求した。 バーンサイド少将は第9軍団の指揮を一時肩代わりした。コックスはバーンサイド少将の下につき、アンティータムの戦いを戦った。アンティータムでの戦いでは、北軍が勝利を収めたが、バーンサイド少将の判断ミスにより、バーンサイドの橋で大きな損害を残した。アンティータムの戦い後の1862年10月6日、コックスは少将に昇進した。 だが連邦上院は、少々の数が多すぎると判断し、1863年3月に、コックスの昇進を取り消した。コックスは、その後、1864年12月7日に、再び少将への昇進し、承認を受けた。コックスは1863年のほとんどを、オハイオ方面部で平穏に過ごし、オハイオ軍管区とミシガン軍管区での指揮を担当した。 1864年から1865年にかけてのアトランタ方面作戦、フランクリンナッシュビル方面作戦、カロライナ方面作戦では、コックスはオハイオ軍でジョン・マカリスター・スコフィールド少将の勝つき第23軍団の第3師団を指揮した。コックスは1864年11月第2次フランクリンの戦いで北軍の戦線の中心を守り、 広く称賛を受けた。南北戦争終戦時、コックスはノースカロライナ方面部において第23軍団を指揮していた。コックスは軍を退いた後の1866年1月1日、オハイオ州知事に選出された。コックスは1866年から1867年まで州知事を務めた。コックスは黒人参政権について恩憲な立場を取り、 アンドリュー・ジョンソンのレコンストラクション政策を指示した。だがこれにより、オハイオ州共和党からの反感を買い、2期目の州知事指名を拒否された。コックスは弁護士業を営むため、新シ,シナティに移った。1869年3月、ユリシーズ・グラントが大統領に就任すると、コックスは内務長官として指名を受けた。 コックスは1870年11月まで内務長官を務めた。コックスは公務員制度改革を主導し、能力主義による任用制を導入した。グラント大統領は共和党の政治家に対してコックスを支援するよう呼びかけたが反応は良好ではなかった。内務省内には利益供与の構造が蔓延しており、共和党の政治家は汚職にまみれていた。 コックスはこの現状に絶望し、内務長官を辞任した。後に、グラント大統領は、コックスについて、彼は内務省が政府全体の姿を表していると考えていた。そして、彼は内務省にいた。それが問題だった。と遺憾の意を示した。コックスは内務省を離れた後、1872年の選挙で、連邦上院議員候補の一人として挙げられた。 だが、オハイオ州議会は、比較的保守的ではない候補を選出した。コックスは1873年から1878年まで、トレドオーバーシ鉄道社長を務めた。コックスは1876年に、オハイオ州で、トレド地区から、連邦会院議員に選出された。コックスは1877年から1879年まで、 連邦会員議員を一期二年務めた。1878年の出馬指名は辞退した。コックスはその後シンシナティへ戻り、1881年から1897年までシンシナティ法科大学院の学部を務めた。また1885年から1889年までシンシナティ大学の学長を務めた。コックスは学部長を退いた後、 ウィリアム・マッキンリー大統領から中スペイン公使への就任を要請された。コックスはその要請を辞退した。またコックスは1876年から1900年までオベリン大学の理事を務めた。晩年、コックスは複数の書物を執筆した。代表作にガール。1900年8月4日、コックスはマサチューセッツ州グロスターにおいて死去した。 コックスの遺体は、オハイオ州シンシナティのスプリンググローブ墓地に埋葬された。両親は共にアメリカ国籍で、父親はニューヨークの建築業者、ジェイコブ・ドルソン・コックス、母親はテディア・リディア・ケニオンであった。コックスは1849年11月29日に、チャールズ・フィニー牧師の長女ヘレン・クラリッサ・フィニーと結婚した。コックスは、 ヘレンとの間に以下の子供を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。